劇場版ポケットモンスターダイヤモンドアンプ、パールアルセウス彫刻の軸上。劇場版ポケットモンスターダイヤモンド&パール、アルセウス彫刻の軸上。劇場版ポケットモンスターダイヤモンドパールアルセウス彫刻の軸。右へは、2009年7月18日より、東方系で公開のテレビアニメ、ポケットモンスターの劇場版、第12作の作品である。 第62回ロカルの国際映画祭、漫画インパクト特別招待作品。当初発表されたタイトルは、彫刻の軸絵であったが、後に、本作で、初公表となるアルセウスが加わり、アルセウス彫刻の軸絵が、正式タイトルとなった。一部の媒体では、劇場版ポケットモンスターダイヤモンドパールプラチのアルセウス彫刻の軸絵と表記される、こともある。この、 プラチナが加わった名称は、前作では劇中のみに登場したものであった。今作は、ディアルが VS パルキア VS ダークライから続く、神々の戦い三部作の最終章という位置づけで、あり、前作と前々作で戦いを繰り広げたディアルが、パルキア、ギラティナも、再び登場する。また、エンディングには、前作、前々作に登場したキャラクターも出演する。 また、同年9月に、金、銀のリメイク作品、ハートゴールド、ソウルシルバーの発売を控えていたこともあり、通常のピチュウとは、耳の形状が異なる、ギザ耳ピチュウや、チコリータ、ヒノアラシ、バニの子といった、上都地方を代表するポケモンも多く登場する。本作の舞台である、ミチーノのモデルとなったのは、ギリシャのメテオラである。時系列は、DP の 第133話から第143話までである。本編終了後、塗り絵コンテスト結果発表の代わりに、ポケモンカードデザインコンテスト結果発表が行われた。出演キャラは、ピカチュウ、ポッチャマ、ギザミミピチュウ。興行収入は46.7億円に上り、同年の映画年間ランキングにおいて5位。邦画では2位、アニメでは1位の成績を記録した。 ピア初日満足度ランキング、ピア映画生活調べでは、第1位を記録した。本作の劇場版の前売り券と引き換えることのできるポケモンは、ピチューである。このピチューは色違いで、カラーリングは進化後の姿であるピカチュウに近い。ちなみに、色違いのピチューは、映画本編には登場しない。親は、ショコタン。本作でギザミミピチューを演じる、中川翔子の愛称より取られている。 また、映画館では、ワイヤレス通信でアルセウスが配布される。どちらのポケモンも、ハートゴールド、ソウルシルバーで連れていると特別なイベントを発生させられる。旅を続ける、サトシ一行は、自然に囲まれた街、ミチーナに到着する。タッグバトルをしたトレーナーの案内で、遺跡に向かった、サトシたちは、そこで時を司る神、リアルガを呼び出す女性、シナに出会う。 シーナからアルセウスについての言い伝えを聞いてたとき、ついに、アルセウスが長い眠りから覚め、人間を滅ぼそうと復讐のために現れる。神と呼ばれるディアルガ、パルキア、ギラティナをも圧倒するアルセウスの前に困惑していたとき、ディアルガが、自身の力で、サトシたちを囲え、タイムスリップさせる。そこで、サトシたちは、疑心という人物のポケモンのドータ君に、 催眠術をかけられ神殿の地下牢に閉じ込められる。そこには疑心にとらわれていた言い伝えの人物、ダモスがいた。そして、サトシはダモスとアルセウスの過去を、そしてこの事件の黒幕は疑心だということを知る。一方シーナは疑心に命の宝玉を返すよう説得したが疑心は命の宝玉を抜いた杖をシーナに君が返してくれと差し出した。 そしてとうとう約束の時間が来た。サトシたちは、ダモスの仲間のギザミミピチューと一緒に行動していた、ピカチュウとポッチャマによりチカローから脱出しアルセウスの元へ行く。しかし、そこで見たのは、銀の水で身動きができず瀕死の状態のアルセウス。それに呆然と立ち尽くすシーナ。そして命の宝玉を握りしめ苦しむアルセウスを見つめる疑心の姿だった。 サトシはアルセウスを救うため鬼神から命の宝玉を取り返しに向かう。ダモスはシーナを真一発のところで助け、シーナとの誤解も解け、アルセウスに訴えかける。無事に命の宝玉を取り返しアルセウスのもとへ行くが、アルセウスは動かず、しかもアルセウスが死ぬことで、サトシたちがこの時代に来るという歴史もなくなりサトシ、ヒカリ、タケシ、シーナ、ピカチュウ、 ポッチャマは今まさに消えようとしていた。詳細は個別記事かアニメ版ポケットモンスターの登場人物を参照。詳細は個別記事かアニメ版ポケットモンスターの登場人物を参照。本作の物体となる自然に囲まれた街。かつては作物が育たないほどの荒れ地だったが、アルセウスの命の宝玉によって緑豊かな街になった。そのため、 命の宝玉がないと元の荒れ地に戻ってしまうとされていたが終盤で歴史が修正されても人間とポケモンたちの努力によって緑は保たれていた。アルセウスが命の源のうち水、地面、層、雷、竜の五つを一つに結集し生み出したもの。現代で保管されていたものは実は偽物であり、本物はロケット弾が偶然手に入れていたが、 歴史の修正に伴い消滅した古代におけるポケモンの故障。劇中ではアルセウスもディアルガラをそう呼んでいる。月刊コロコロコミックで溝口誠による漫画版が2009年6月号から7月号にかけて掲載された単行本も発売されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。